初代ノースブルック男爵、フランシス・ソーン・ヒル・ベアリングは、イギリスの政治家、貴族。1796年4月20日、イギリス東インド会社が統治するインドコルカタにおいて、第2代順男爵サートマス・ベアリングとその妻、メアリーの長男として生まれる。父は、ベアリングス銀行創設者である初代、順男爵サーフランシス・ベアリングの長男であり、 この頃には東インド会社に勤務していた。ウィンチェスターカレッジやイートン校を経て、オックスフォード大学、クライストチャーチへ進学した。同大学から1817年にバチェラー・オブ・アーツ、1821年にマスター・オブ・アーツの学位を取得した。リンカーン放送院員にも入学し、1823年には法廷弁護士資格を取得。 1826年から1865年までポーツマス選挙区から選出されて諸議院議員を務める。所属政党はホイック党自由党だった。1830年から1834年6月までグレー伯爵内閣で下級大倉卿を務める。1835年から1839年まで第二次メルバーン尺内閣で 再び下級大倉卿を務め、1839年から1841年にかけて同内閣の財務大臣に抜擢される。1848年4月3日に父の死により第三代順弾爵位を継承した。1849年1月から1852年2月にかけてはジョン・ラッセル卿内閣で海軍大臣を務めた。 1866年1月4日に、連合王国貴族借位、カウンティ・オブ・サウザンプトンにおける、ストラットンのノースブルック男爵に除され、貴族院議員に列した。同年9月6日に、ハンプシャー・ミッチェルデバー・ストラットン・パークで死去した。1825年に、初代殉男爵、ジョージ・グレーの娘ジェーンと最初の結婚をし、彼女との間に借位を継承する、長男トーマスを、 儲けた長男トーマスは、インド総督や海軍大臣を歴任し、初代ノースブルック伯爵に著されている。1841年には、初代エフィンガム伯爵、ケネス・ハワードの娘アラベラと二度目の結婚をし、彼女との間に、次男フランシス・ヘンリーを儲けた。長男、トーマスの家系は二代で絶え、現在ノースブルック男爵員はこの次男、フランシスの家系によって継承されている。 ありがとうございます。